皆さん、こんにちは。ティーダーのヤクーボーイ、キングタです。今日の山形県なんですが、非常に残念としか言いません。わーわー言葉に言いません。初めて60人超えちゃったんですよ。過去最多、考えられないです。ありえない話でしょ。成人式やってたら悪いんだよ。うん。何度も何度も緊急事態宣言以前から言います。今、まさに、オーバーシュートの局面を大幅に超えてます。クラスターの効果、感染経路、不明者が多すぎる。考えられない。やはり東京ユナイトしかもう考えられない。申し訳ございませんでしたが、済む話ではない。緊急事態、今日にもまん延防止等重点措置出すべきです。すぐに出さなきゃダメですよ。なんで60人こんなに増えるんですか ?60 人以上こんなに。ありえないですよ。ふざけんなって言いたいですよ。そこで新型コロナ支援プロジェクトとして、秋元淳子さんで愛のままで聞いてください。小鳥たちは何を騒ぐの？甘い果実が欲しいのですか？誰かと比べる幸せなんていらない。あなたの視線が等しくあれば、あこの世に生まれ巡り合う奇跡、すべての偶然があなたへと続く。そう、生きてる限りときめきを投げかけて、愛が愛のままで終わるように。過ぎた街を飾ることより、あなたと生きるこれからの季節、後から感じる幸せよりも今は糸引くような口づけしましょう。生きてる意味で求めたりしない、ただあなたの愛に続きれながら、そう、キャンドルの火がいつか消える時まで、愛が愛のままで続くように。ああ、この世に生まれ巡り合う奇跡、すべての偶然があなたへと続く。そう、生きてる限りときめきを投げかけて、愛が愛のままで終わるように。何度も言います。外出はしないでください。県をまたぐ移動もおやめください。街頭インタビューもおやめください。エッセンシャルワーカー以外はもう二度と山形には来ないでください。ステイホーム。バイバイ。